どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、とうとう来ました、 JAL がねフライオンポイント2倍キャンペーンを発表いたしましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、 JAL がフライオンポイント2倍キャンペーンをね発表いたしましたということで、ちょっとね私も多分 JGC 修行ねやるかななんていう風に今もう思ってるんですけども、まあ今回の動画でですね、とりあえずキャンペーンの詳細ね解説やっていきたいなと思いますので、路線とかねそういったことはですね今後ねやっていきたいななんていう風に思いますので、ひとまず速報ということでキャンペーンの詳細ねご覧いただければなと思います。それでは早速ね、内容入っていきたいなと思うんですけども、公式サイトね、こんな感じになっております。JAL グループ国内線フライオンポイント2倍キャンペーン、対象路線ではさらに500ウォンフライオンポイントということで、まあこういった形にね、なっております。で、期間がですね、搭乗期間ですね、2022年の6月の8日から2022年の7月の31日までっていうふうになります。で、このキャンペーンはですね、エントリー不要っていうふうになっておりますので、利用していただければフライオンポイントね、2倍でもらえるっていった形になります。で、キャンペーンのね特典なんですけども、対象条件を満たすご搭乗でフライオンポイントを通常の2倍積算、さらに一部の路線では追加で1搭乗につき500フライオンポイントがねもらえるっていった形になります。で、今回のね対象者なんですけども、 JAL マイレージクラブ全員会員っていう風になっておりまして、対象運賃なんですけども JAL マイレージバンクフライトマイル積算対象の全運賃っていった形になります。で、対象路線ですね、 JAL グループ国内線全路線っていう風になっておりまして、全ての路線がね2倍になるわけなんですけども、こちらのね一部の搭乗につきですね、コックリに記載がある、まあ、羽田から三沢、山形、南紀、白浜とかねいろいろ書いてあると思うんですけども、こちらの路線に関しては2倍のね積算にプラスして1搭乗につき500フライオンポイントがねもらえるっていった形になるんですよね。これすごいですよね。で、キャンペーンのねフライオンポイントの積算時期なんですけども、通常のフライオンポイントとね同時に積算されるっていった形になります。いやね、このタイミングで来たのはね本当にびっくりですね。3月とかにね ANA が発表して、もうその時にね1ヶ月ぐらいで来るかななんていう風に思ってたんですけども、まあその時にね JAL の方は発表がありませんでしたので、まあ2022年に関してもねフライオンポイント系のキャンペーンはね来ないのかななんていう風に思ってたんですけども、まあちょっとね期間は短いですけども、もう短期集中でねやってきたっていった形になりますよね。今回のねこの JAL のフライオンポイントのキャンペーンなんですけども、対象運賃ね特に縛りがねありませんので、どのね運賃で利用していただいてもね2倍になるっていった形になりますんで、ツアーとかでね JAL を利用した場合でもねこちら2倍になるっていう風になりますんで、特にね難しいことを考えなくてですね、 JAL ね飛行機乗っていただければ基本的にねフライオンポイント2倍でねいただけるっていう風になりますんで、まあ、かなりね利用しやすいですよね。またね一部の対象路線では500フライオンポイントねもらえるっていう風になりますんで、まあ路線はねちょっと限られておりますけども、この機会にね JGC 修行ねされるのもかなりねいいのではないのかなと思います。それでは次にフライオンポイントの積算連ね見ていきたいなと思うんですけども、東京羽田から福岡まで普通席普通運賃で搭乗した場合ですね、通常のフライオンポイントが1134、搭乗ボーナスのフライオンポイントが400ポイントということで、こちらがね通常のフライオンポイントっていう風になりまして、今回のねキャンペーンで積算のフライオンポイントが1134ポイントということで、片道でね2668フライオンポイントがね貯まるっていった形になります。で、注意していただきたいのはですね、こちらね記載がある通り搭乗ボーナスのフライオンポイントについては2倍になっておりません。これだけね注意していただきたいなと思います。おそらくこれね2年前ぐらいにやったあのフライオンポイントの2倍のキャンペーンの時もね、この搭乗ボーナスのポイントについては2倍になんなかった記憶がありますんで、まあその時とね同じかななんていうふうに思いますので、まあこちらね注意していただきたいなと思います。で、次ですね、大阪伊丹空港から仙台普通席普通運賃で搭乗された場合ですね、通常のフライオンポイントが792ポイント、搭乗ボーナスが400ポイントっていう風になりますんで、今回のキャンペーンの積算ポイントで792プラス500ポイントですね、ですので合計で2484フライオンポイントがね貯まるっていった形になります。こちらはねプラスされている500ポイントについては、先ほど一部の対象路線ね1路線につき500
500ポイント追加でもらえるっていうね、話をさせていただきましたので、このポイントっていった形になります。まあ、こういったね、形になりますんで、まあ、先ほど言った通りね、搭乗ボーナスのフライオンポイントだけね、2倍になりませんので、この点はね、ご注意ください。それでは次にね、注意事項なんですけども、JAL カード会員の初回限定のフライオンポイント、とかですね、各種キャンペーンで加算されるね、フライオンポイントに関しては2倍に、ね、なりませんので、この点はね、ご注意ください。それでは次にですね、なんと今回のね、フライオンポイントのキャンペーンなんですけども、国内線ね、2倍キャンペーンなんですけども、国際線もね、2倍キャンペーンになるんですよ。いやね、やばいですね。ちょっと私もね、まだ計算とかまだ一切何もしてないんですけども、多分ね、JGC 修行ね、やろうかなと思います。もうちょっとしたらね、もう海外行く予定組んでおりますので、まぁ、ちょっとね、どっかぶっ込めればね、JGC 修行ね、やりたいなと思います。それではね、国際線の方のね、キャンペーンの詳細ね、見ていきたいなと思います。まぁ、内容に関してはですね、ほとんど一緒なんですけども、まずね、対象期間なんですけども、国際線はですね、2022年の6月の8日から2022年の9月の30日までっていう風になりますんで、国内線はですね、7月でね、終わるわけなんですけども、国際線に関しては9月30日までね、行われるっていう風になりますんで、丸3ヶ月ぐらいね、利用することができます。で、対象者の方は JAL マイレージバンクの全会員、対象路線に関しては JAL 国内線全路線っていう風になります。で、コードシェア便はね、対象外っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、対象予約クラスなんですけども、国際線ね、いろんなクラスがあると思うんですけども、フライトマイルが積算対象の全クラスっていう風になりますんで、マイルさえね、貯まるクラスであればですね、国際線のこの2倍のキャンペーンね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、本当にすごいですね。ですんで、予約とか変更できないね、一番安い運賃であっても、今回ね、フライオンポイントね、2倍取れるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですね。さすがにね、私国際線の方はですね、予約がね、変更できない一番安い運賃とかね、そういう運賃はカットされるんじゃないかななんていうふうに思ってたんですけども、こちらね、全部の運賃が利用することができるっていうふうになりますんで、まあちょっとね、海外行ける方行けない方ね、分かれるかと思うんですけども、これはね、本当に利用しやすいですね。それでは次にですね、フライオンポイントね、積算例見ていきたいなと思うんですけども、こういった形になります。東京からニューヨークのエコノミークラス予約クラス H で搭乗された場合ですね、通常のフライオンポイントは4706ポイントで、搭乗ボーナスが400ポイントつくっていう風になりまして、今回のキャンペーンで4706ポイントがね、獲得することができるっていう風になりますんで、東京からニューヨークね、片道利用しただけで9812フライングポイントがね、獲得することができるっていった形になります。で、国際線の方もですね、搭乗ポイントはね、2倍になってないのがね、お分かりいただけるかななんていうふうに思いますので、今回のね、フライオンポイントのね、キャンペーンに関しては、国内線も国際線もですね、この搭乗ボーナスのフライオンポイントについてはね、2倍になっておりませんので、この点はね、ご注意ください。ということで、今回ね、速報ということで JAL のね、フライオンポイント2倍キャンペーンね、発表されたので、解説やらせていただきました。ANA は2021年ね、ずーっとフライオンポイント2倍キャンペーンやっていて、で、今年もですね、3月ぐらいに国内線ね、プラス1000ポイントのね、フライオンポイントのキャンペーンをやって、JAL の方はですね、2021年に関しては、フライオンポイントね、下駄履きがあっただけで、特にね、2倍のキャンペーンみたいなのは、発表しなかったんですよね。で、まあ今年になってですね、ANA が発表したタイミングで特にね、何もなかったので、まあ何にもないんじゃないかななんていうふうに思ってたんですけども、まさかのこのタイミングでね、2倍キャンペーンが入ってきたっていうふうになりますんで、かなりびっくりですけども、かなり嬉しい発表ですね。皆さんね、JGC 修行ね、私も ANA しかね、ステータス持ってないので、まあ JAL もね、多分このキャンペーンね、逃すとなかなかできないかななんていうふうに思いますんで、多分ね、やると思いますけども、まあ私みたいにね、やろうかなって思われる方ね、多いかななんていうふうに思いますので、ぜひね、JGC 授業ね、この機会にやっていただくのもね、いいのではないのかなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。